こか。おー、なんかえぐい。ダークブラックホールみたいな。なんて迫力だ。桜町中から力を奪っているのか。やば。バケモンやん。かつて私は人間に人生の楽しみを時間を全部奪われた。だから私だって人間から時間と幸せを奪うんだよ。すげえ、なんでこいつ元から殺しにいんかって。ちょっと待って。ちょっと待って。怖い。普通にすべて奪ってやるんだよ。すべて奪うね。ちょっと待って。怖い。だよん、だよん。いや、普通に怖い。普通にトラウマなる、これ。でかっ。これはあれですよ。妖怪不祥じゃんけんで言うところの、ラスボスで、だいたい2回目のバトルで変身して強くなっちゃうよね、です。そんなつまんないこと言ってる場合じゃないやん。でかすぎる。あんたたちは私の邪魔した。絶対に許さないんだよ。許さないだと？それはこっちのセリフだ。お前の野望は俺が、いや、俺たちが、絶対に止めてみせる。そうだよ。世界は友達、全部守るぜ。みんなでこの桜町を守るんだ。来ました。ぐふ、その思いをまとめて全て奪ってやるんだよ。バケモン来たー。ちょっと一回じゃあ、わざ打ってますわ。焦るの。どうなんの？ギトギトボール。守りが大アップして狙われ、これ別に変わらへんの？なんか別に変わったところは。この後ろの背中じゃね？この背中狙った方がよくね？動きを奪うね。やめてくれ、もうそういうの。やめておくれ。あ、でもこれ、サブの妖怪出さへんや、カイマは。え、どういうこと？特になんも。回復室か？これ多分左右のさ、羽みたいなやつ倒した方がいいな。ああ、やっぱそうやな。オッケーオッケーオッケー。うん。タイミングがあんのか？必殺技打つタイミングが。ちょっと待って、それはわからんな。とりあえず打ってみるしかないよ、でも。打って試すしかねえよな。どんなが、ウォッチ奪うね、何それ。お祓いができなくなった。お、ただのクソゲーやんけ。え？うわ、当たったな。あれ？当たってんな。お祓いできないわ、ただのクソゲーぞ。これで、オッケー？引っ込んだ、二言も。で？どうなんの？あとはこれ本体だけ？魂奪うね。待って、これは多分、これは、狙わなあかん、絶対。やば、危ね！絶対あれは狙わなあかんかったな、正直。これだるすぎなんやけど。え、どういうこと？え？は？え？どういうこと？ちょっと待って、どういうこと？何してんのこいつ。え、意味がわからんないけど。え、どうしたいのこんなん。え、これどうしたいのこんなん。どうすればいいの。相手のターンが来る前に必殺を打てれば容器は刺されない。了解。え、ちょっと待って、どうしたいのこれ。お祓いしてとか言っちゃうね。お祓いできないんだわな。お祓いできないんだわさ。え、どうしたいのこれ。羽生えてきた。妖竜。ちょっと待って。金の刺され。やば、経験値、これ勝ちて。え、これずっともしかして、え、永遠？何が起きてんの？待って。行動奪われた。わかる、何をしたいのこれ。わかる、何が起きてん、何が起きてんだい。あい、何が起きてんだい。何が起きてんだい。何が起きてるかわかんない。何が起きてんだい。え、これ何が起きてんだ、うん、お祓いできる前に時間がある。やっぱ時間一応当たってるぞ。どういうことや、わからんけど。でもなんか調子がいい。あ、お祓いできるようになった。お祓いできるようになった。
やっぱでも背中のやつは絶対潰してった方がいいよな、正直。これは待ってきた、待って、魂奪わんできた。ちっちゃいねんて、ちっちゃいねんて。オッケー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 。この行動奪うねがいまいち分からへんねんな。これもしかしてあれか、こいつ先からお前俺のカイブラに取り付い、え、どういうこと、ほんまに動かへんくなってんのこれ。あ、これガチで動かへんくなってるやんこれ多分。え、ガチで動かへんくなってるこれ。あ、これ行動奪うねじゃないわ、これあれなんちゃら奪うねやこれ。あーやばいやばい、これちょっと待って。でもまだウォッチ奪うのは来てへん、大丈夫。ちょっと待ってよ、これやば。でも勝てる、え、勝てるんちゃう、勝て、いや、カイマが先、カイマが強かっただけなんよな、第一形態の。お前自体はそんななんよ、正味な。多分、知らんけど、わからんけど、多分そんなよね。あんまり、あんまり調子乗ったこと言いたくないですけど、あん、多分、容器奪う、あ、容器奪うね、これか。でも俺、カイブラじゃなかった。オッケー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 。あ、出た、魂奪うね。ちょ、これ魂奪うね、やばい。オッケー。あ、やばい、奪われちゃった、奪われちゃうよ。ちょ待って、でもいける、いける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 。んーと、ちょっと大丈夫かこれ。いやいや、これ多分これです。いや、翼は常に破壊し続けた方がいい。オッケー、か、翼。この行動奪うねがちょっとよくわからんけど、やばそう。これ、いや、いらん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 。いや、でもいけるぞ、いける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 。途中魂奪わんで6個になったりします。間に合うの、時間的に。こいつ何でも奪ってくるやん、強欲やね。動き奪うのは次のターンの行動奪われます。あ、なるほどね、一旦だけか、すごろくのやつ一回休みみたいなもんか。オッケー。いや、でも常に、でもこの羽をなんか、今、力奪うね、力が戻ってきたっていうか、この羽か、左右の羽で、相手は、なんか奪ってきてんや。だから、あの左右の羽を壊したら、その奪う力、来た、魂奪うね。あ、なんか増えてきた。すごい。オッケー、オッケー、オッケー、全部いった。オッケー。なんか BGM が明るいんやけど。もうなんか、勝つかのような BGM してんね、これ。勝つやん、こんな BGM。めっちゃ明るいんやけど、BGM。もう絶対勝つやんこの BGM。 容器と力以外は辛くない、なるほど。とあのウォッチ奪うねがでもちょっとしんどいかもしれん。ウォッチ奪うね、これね、これがちょっとつらたんなんですわな。ウォッチ奪うねがちょっとつらたんなんですけども、まあまあでも取り付き我慢したいだけやから、取り付きっていうかお払い我慢したいから。うん、え？あ！奪われた！ちょ、え、ちょ、待って、やばい、やばい。やば。まずこうやな。で、こうやな。やば！えぐ！こいつ、アイテムを使えなくしてくる。マジ？何でもありやん、干渉してくんなよそんなとこまで。羽生えてきた、両翼が。でもお払いできんのやな今な。あ、もうやめて。タイミングが分かんねえ、こいつが必殺技奪ってくるタイミングがわからん。は？あぶね、耐えた。ちょ、もう、え、いけるよな。え、わからん、こいつが必殺技奪ってくるタイミングが。
お家帰ってきた。うわ、ぶね。やばい。無理して必殺を打たなくていいのかい？まず両翼を潰したいよな、これ。オッケー。タイミングがわかんねえな、こいつの。ちょいちょい。オッケー。で、これでチンナメコを回復させて、ちょっと地味に、おい、地味にウィスバーが、地味にウィスバーがめっちゃ強くなってる。なんか、地味に頼り、なにこいつ。急に頼もしいねんけど、ウィスバー。ウィスバー急に頼もしくなってるんですけど、使いて、ひささ使いて、ひささ使いてで魂バネきた。5つなってる。いや4つや。ほい、オッケー。待って、これ誰か外れてまうんか、ピンが。あ、消えた。オッケー。うん、これやっぱあれか、必殺技使う方がいいか、地道に削っていく方がいいか、やっぱり。回復ぐらいで一回必殺技使うの。焦るのバリアもいらんな。防御力アップも。第一形態めっちゃ苦戦しないけどな。うん、やっぱ第一形態カイマやったな、強かった。カイマだけや、賞味。おい、奪うね。お前、カイマがいい引っかったら、お前。弱いな、お前な。かわいいな、お前。かわいいな。ぬるいな、お前。おい。お前、さっきの分全部返してるからな。もう一つ使いません。もう使いません。お前、待ってるだろ、今。俺が一つ使うの。うん、使いません。絶対に使いません。おい、来いよ。来い、来いよ。来いよ、来いよ。おい、おい、来いよ、来いよ。使わんぞ、もう一つ技。あ、やばい。これは止めないか。いや、あ、ちょっと待って。こうか。で、こうや。OK。やばい。こすって。回復の魔、回復のスペシャル技使いたい。使いたい。使いたいよ。回復使いたいよ。回復の技だけ使いたいよ。ナイス！回復だけ使わせてください。あ、ナイス！あ、やばい、チンナメコ。マジで強い、お前。うわ、お前強いね、君。君強いね、本当に。あとでちゃんとなめだるからな、ほんまに。お前強いな、マジで。おう、奪うねくん、他力本願だね。周りのあれ、カイマがいないと何もできないかい。無理かな、僕には勝てないかな。来いよ、来いよ。勝てないかな、やっぱ僕には。ああ、やっぱカイマが強かったもんね。カイマが強かったもんね。君じゃないもんね。カイマが強かったもんね。いいよいいよ、来いよ来いよ、いくらでも。あ、余裕だ。ああ余裕だ。もう鼻ほじりながらやろうかな。鼻ほじりながらやろうかな、マジで。おい、来いよ。あれ、もうそんなもんすか。なんか全て奪うとか言ってたけど。おい、おお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 お、どうしたどうしたどうした。いや、マジでさ、チンナメコの回復量バケモンすぎないけど、何これ。あ、アイテムか。あ、ちょっとそれまずいかもしれん。あ、ちょっと待って。いやー、でも大丈夫大丈夫よ、大丈夫大丈夫、僕たち最強だから。さすがに奪われへんと思う、この状況。けえ、取った。うん、7必殺技バグって、なんかバグ起きてたん、カッパに。サラマル、なんかバグってたん。
け。来いよ。おい、どうした？アイテムを封じて、ウォッチ封じて、魂奪って、動き奪って、でも、君、カイマがいないと僕を倒せない。あらカイマ出してきた方がいいんちゃう？え、カイマ出した方がいいんちゃう？大丈夫なカイマ。え、いらんカイマ。カイマいた方がいいよ。お前一人で俺のこと倒せるかな？この最強の、俺のパーティーを。かかってこいよ、ほら。はいはい、鼻ほじ、鼻ほじ、あ、鼻ほじながらマジでいるわ。この画面に鼻くそつけとこう。はい。はい。奪うねの、奪うねの顔に鼻くそつけちゃおう。はい。来いよ。必殺使ってほしいな。お前必殺で待ってんもんな、俺が使うのな。使いませんよ。あ、ちょっと待って、これはちゃんとしっかりな。ちげえよ、お前。あぶね。オッケー。まあ、一体は大丈夫。来いよ。上がってこいよ、喧嘩上等。ええ。あら。必殺使ってよかな。どうしようかな。どうしようかな。ええー、でも必殺使っても勝っちゃうしな。でも俺が必殺使うな、お前必殺使えへんしな。どうしようかな。使わねえよ。バーガー。おーい、頑張れって早く。頑張れ頑張れ。ん？あ、シンプルに来た。シンプルに来た。これでいいや、じゃあ。来いよ。来いよ。ナイスアセンドガード。ん？余裕。はい、帰りまーす。はい。で戻しまーす。はい、来いよ。はい、来いよ。あ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 、来いよ。来いよ。おい、どうした？どうした？あ、どうしたの？あ、どうしたの？あ、どうしちゃったのかな？しちゃ。最後はね、必殺技で決めてあげましょうか。ウバウネさん、さよならです。あなたは必殺技で死ぬんです。奪えなかったねー。奪えなかったねー、最後。さよなら。さよならです。しゃーマジこいつ第一形態が強すぎんのよ。19600経験値しゃいや、Thank you 皆様のおかげでここまでやってこれました。Thank you です。まあ、カイマがいないと、君は何もできないってことですよ。カイマが強かった。ただ、それだけです。ここから回想始まるの、奪うねの。エンドロール見ましょうや。やったな。桜町に光が。それもすべて私の素晴らしい。マジケイタ、あのケイタとケイゾウ二人の顔。ケイゾウ。うわ。これからもよろしくな。激アツ展開それ。いいな。ワンより。映像増えてるからいろんな妖怪の映像見れるわ。素晴らしい。あ、土蜘蛛とさ
何やったっけ、大釜の存在忘れてた。もう開幕消えた。桜餅は大丈夫だ。鈴木、お前のおかげで俺一歩踏み出したよ。ありがとうな。お前、ゼロ式返してくれないですか。いや、僕、解雇には変えるんですけど、ちょっと、ゼロ式だけ返してもらえないでしょうか。ゼロ式だけ。友達、俺、今、元作りたいよ。この気持ちは、お前に教えられたのかもしれないな。自分の孫に教えられるなんて、かっこ悪いけどさ。うん、じいちゃん、すごいよ。でもさ、ゼロ式、返してくれないかな。集めたの僕なんだ。素材。友達って俺が持ちたよりずっと大事にするもんなんだなって思った。いい話だにゃ。私も鈴木くんの友達であることから、私も鈴木くんの友達であることが誇らしいでウィス。え、ウィスパーは友達じゃないよ。だって羊だし。冷た。これからは俺も友達ともっともっと作ろうと思うぜ。うん、それじゃあ最後に俺から一つやせよ。お、最後に俺、それじゃあ最後に俺から一つやせよ。ゼロ式、返してくれないか。ゼロ式、最後に一つだけ言わせてくれ。ゼロ式を返してくれ。ありがとう、妖怪ウォッチを作ってくれて。おかげで毎日結構楽しいんだ。そうか、俺のはこれから自分の手で作ってみせる。妖怪ウォッチも妖怪メダルもな。うん、約束だからね。名残惜しいが、そろそろ別れの時。元気でな。でもさよならは言わないぜ。元祖の本家も仲良くね。頼むぞ、恩返京。恩返三面京。曲がってよ。じゃあな、鈴木。じゃあね、じいちゃん。じゃあね、ゼロ式。ゼロ式ー。